皆さんこんにちは、田中ひなです。今日は、IKEA だったりとか Amazon で買った家具だったりインテリアをご紹介していこうかなと思います。よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート、はい、ではまずはじめに、先日 IKEA に行ってきたので IKEA の購入品から紹介していこうと思います。一つ目こちらです。はい、この木材のトレイなんですが、オスビット N トレイというものですね。これがアウトレット商品になっていて、元のお値段が多分1000円近くした気がします。なんですけど、アウトレットの商品が置いてあるところに行ったら全く同じものがあって549円だったんですよね。で、なんか少しね、若干ここに傷が入ってるものの、別に気にならないなって思って、このアウトレット商品を私はゲットしました。で、これなんですけど、キャンドルだったりとかですねを置く用のトレイとして欲しいなと思って買ってきました。なんか今結構机の台の上に直でキャンドル置いてたり、香水とか全部直で置いてるので、ここにまとめて綺麗に並べたいなとか思って買いました。1個ニトリで買ったんですよ。で、それもすごい良かったんですけど、でも IKEA で見つけて大きさ的にも割と私が理想としてたものだったので、今回はこれを選んでみました。続いてこちらです。ちょっとまだ開封してないんですけども、ゴールドのワイヤーのこう写真だったりとかアクセサリーとかっていうのをこうかけたりする用のものになります。こんな感じのものです。これがずっと欲しくってやっと購入しました。中にはクリップもついてて12個ついてますね。今私のね、ここに写ってると思うんですけど、これも IKEA でだいぶ前に中学生ぐらいかな時に買ったものなんですけど、買いたいなと思っていて今ここに飾ってるんですけど、それを取り替えてこのゴールドにしようかなと思っています。なんか結構インスタグラムとかで見ててすごい可愛いなと思ってて、色がゴールドと黒があったんですけどゴールドにしました。続いてがこちらです。はい、もうこれはね、結構皆さん持ってる方も多いんではないかと思います。 IKEA でよく見るこのラグですね。大きさは結構ありますね。これがずっと欲しくって買いました。お値段はちょっとするんですけども、やっぱり可愛いですこれは。で、私その模様替えをしたんですけど、ソファーを外したんですよね。で、妹が欲しいってことだったので妹にあげちゃったんですけども、今だから自分の部屋の床に座ることがすごい多くって、でもちょっとお尻が冷たいというか痛いので、何かこうソファーというかね、そういったものないかなって思ってた時にこれを敷いてみたらいいんじゃないかなと思ってこれを選んでみました。結果すごいいいですこのふわふわ感がね、やっぱりいいですね。なんか今はそうやって床に置いてるんですけど、ドレッサーの椅子のところにかけたりとかしても可愛いかなと思って、いろいろなんか使い勝手があるというか、気分が変わっても場所をいろいろ変えて置けそうだなと思っているアイテムですね。そして Amazon で購入したアイテムです。テラスジュエリートレイウォルナットというものです。ジュエリーボックスです。これが面白いのが、こうやってスライドが全部できるんですよ。そう、取り外しもできます。一つ目がね、こういうもう何も仕切りもないシンプルな形のもので、もう一個がこんな感じ、指輪を挟めるものと、ここに仕切りが2つある感じですね。最後がこういう風になってます。これはピアスとかですかね、置いたりしたら良さそうだなと思っていますね。アクセサリー収納なんですけど、そのまま台の上に置いてたりするものも結構今多かったりしていて、何かいいのないかなと思って探していた時に、これが木のこの茶色のね感じですごく可愛いなって思ったのと、このスライド式で使えるのも面白いなと思ってこれを選びました。今こう取り外しができるって言ったんですけど、もしね、このスライド全部使わないなって今のところ思ってたら、どれか一つだけを普通に取り外して置いたりすることもできるし、収納ボックス欲しいなと思ってても、なんか結局どういったものが一番いい感じに収納できるのかっていうのが
想像がなかなかできなくって、もし何かこうケースを買ったとしても、あら、思ったよりジュエリーが入らなかったなとかって思っちゃうので、こんな感じで、なんだろう、用途がいろいろ使い分けできるようなものがセットになってて、しかもこうね、取り外しができるっていうのはいいなと思いました。まだだからそうなんですよ、これをこうやっておこうっていうのはあんまりちゃんとは考えていないんですけども、まあ、またこれは収納ができたらご紹介しようかなと思っています。最近白と木、ウッド系のものの小物というか、まあ、さっきのイケアのトレイもそうなんですけど、そういったものに今集めているというか、そういった感じの雰囲気にしたいなって思っているので、このウッド系にしてみました。はい、そして最後こちらです。これは3コインズで買ったものです。こういうシルバーのワイヤーのバスケットなんですけど、これは私下にローテーブル置いているんですけど、その下にこう、なんだろう、ノートとかを全部入れて置いておきたいなと思ってこれを買いました。こういう風になってて持ち運びもしやすいし、まあ、もしそういう風な用途の使い方をしなくなったとしても、何かしらこう物を入れたりとかしてクローゼットの中の収納ボックスとして使ったりしてもいいかなと思っていて、これを買ってみました。はい、こんな感じで IKEA だったり Amazon だったりで購入したインテリアをご紹介してみました。さっきも言ったんですけど、お部屋のお片付けがちゃんとできて、買ったものたちをきれいに設置ができたら、模様替えをねまたしているので、ルームツアーをできたらいいかなと思っています。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Boy, I don't need that much, need that much.